が過ぎて春の声が聞こえる頃、僕は里を後にしてたった一人容疑者の中、駅で見送る母、細い指が寂しそうで別れ際の言葉さえ何一つ言えないまま、ふるさとは今、ふるさとは今、僕が都会里の冬は今年も雪に漏れ寒いと昨日街で買った明治の洒落たコートを忘れた頃の気まぐれだと手紙に添えて里に送る、ふるさとは今、それは帰郷列車のレールの響きか、さとで母を助け、もうばかりの妹に小さな春が来たという、来たという人は誰も一度里を捨てて旅に出る、そしていつしか気づく